今日は、江ノ島電鉄に乗って、江ノ島駅まで来ました。今から海岸まで出ます。東浜側へ出ました。あれが江ノ島、これが東浜。結構でも人がいる。まあまだ海水浴始まってないから観光の人。おにぎりを作ってます。おにぎりはカツオと、これはゆかりです。潮風に吹かれながら食べるおにぎりは結構美味しいです。結構外海波が高いですね。ちょっと伊賀村ヶ崎まで歩こう。海沿いに歩いてみようと思います。ああ、真っ白で富士山は見えません。風強いかな。行きますよ。はい。大仏。ちゃんと顔認識するわ。思ったより小さい。鎌倉帰りの鶴岡八幡神宮参拝です。真ん中の参道を歩いてる。ヤブサメっていうのがあったっけ。馬に乗って走るやつ。はい、よし、はい、ありがとう。大吉だ。